ママ。はーい。今日のお昼ご飯は何？はい。今日のお昼ご飯は金曜日恒例。お買い物のついでに買っております。恒例な。もう恒例ですね、ほぼほぼ。特に今日は本当に、ね、間に合いませんでした。もうね、買い物行ったらこれってもうしちゃってます。間に合う時とかはね、行かない週もあるのでね、全部とは言いませんけど、買い物行った時はね、お弁当で済ませていただきます。はい。で、お店はこちら。ご存知の方いらっしゃいますかね。とんかつ和光さん。で、テイクアウトのお弁当を買ってきました。お弁当っていうかね、丼ですね。はい。こちら、黒い方の器ですね。ロースカツ丼。で、はい、こちら、青い丼の方はね、ソースカツ丼です。はい。どちらを食べますか？選んでいいですよ。ロースがいい。じゃあ、はい、じゃあロースどうぞ。ロースの方はね、はい、お漬物付き。で、ソースカツ丼の方は、ドレッシング、こんな感じで袋に入ってるんですけど、キャベツもついてきました。これだけでちょっと、あれ、なんなんで、野菜用意しました。お店自体は何回か行ったことあるんだよね。うん、そうだね。ね、だけど、テイクアウトは初めてかな。初めてね。うん。では、ロースカツオープン。こんな感じ。おお、美味しそう。はい、じゃあ、お次は、ソースカツ丼。一文字しか違わない。こんな感じです。おお、美味しそうじゃん。そう。真っ黒黒すけ。それでは。いただきます。美味しい。すごくいい匂いするんですよね。うん、こっちも。ああ、ソースカツ丼にいいね、うん。ちょっと久しぶり、私も。うん、あ、まだサクサク。うん。美味しい。あ、もしかしてなんですけど、ソースカツ丼知らない人いるかも。昔いた会社でちょっと知ったんですけど、私たち群馬じゃないですか。埼玉から来た人がソースカツ丼知らないって言ってました。うん、もう地域によるのかな。そうなんかね。ロースカツ丼とかヒレカツ丼とかそっちは多分ね知ってる方もいると思うんですけど、ソースカツ丼ってどうやらこの辺だけ、うん、みたいで、うん、実はこれ自体もお店でも店舗限定っていう文字が貼ってありました。あ、そうなんだ。うん、ヒレカツっぽくって周りはどっちかというとウスターソースかな、ウスターにちょっともうちょっと甘みが入った感じのソースが絡めてあるっていう感じです、うん、だよね。そうだ、ちょっと甘い、ね、食べたね。そう、ウスターのほどこうなんだろう、サラッとしてなくて、そう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 、ちょっとドロッとしてるけど甘いタレだよね。あ、それもお店によって違うんだよね。そうそうそう。今日はどっちかというと 甘いっていうか、ウスターっぽいやつ。うん、ウスターっぽいかな。うん、うん、でも美味しい。ロースカツ丼は普通の。だしがでもよく効いてて美味しいよ。ね、美味しそうだよね。それね、うん、すごい染みてる。和光さんはお弁当は作り置きしてないんですよ。なので注文してから私も20分待ちました。持って帰ってくるのはまた時間かかるんですよ。それでもまだサクッて。音がすごいね。出来たてうまいね。いいね、待った甲斐あった、うん、このソースとかさ、このタレが染みたご飯も美味しいんだよね。そうだね。これがいいんだよ。お値段なんですけど、ロースカツ丼が800円でこっちが750円で、大きさもそんなに劇的に大きくないから、お昼ご飯には全然ちょうどいいと思うんですよ。これにこんなサラダぐらいでつけておけばね、ありだと思うんで、うん、最近なんかテイクアウト弁当増えたね。テイクアウトシリーズ。そう、お弁当屋さんのテイクアウトじゃなくて、このイートインもできるお店でテイクアウトするっていうのがちょっとね、私の中で流行っております。勝手にね、うん、また何かね、紹介できるものがあったら買ってみたいと思います。ママ、はい。今日のお夕飯は何？はい、今日は鮭を使います。今ねちょっと周りのね、水分を取ってるところなんですけど、これね、いつも通り塩鮭なんですよ。なんで生鮭買わないのって思うかもしれないですけどね、その日によって入荷がねなかったり、あとちょっとちっちゃいのが多い、それで大きいのを買いたくて、いつもこれ。その代わりもう下味つけないから、もうこのままやっちゃいます。はい、これね、小麦粉とカレー粉混ぜました。見た目は本当に小麦粉にちょっとなんか色がついたかなみたいな。でも匂いはカレー粉。ね、匂いカレー粉で、ね、するでしょ、カレーの匂い、うん。最近うちカレー作らないんで、カレー味のものっていいなと思ってて。これ両面につけるわけ。そう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 。うん、それもいいかなって。うん、ただ焼くだけでももちろん美味しいのは分かってるんだけど、これもいいかなって。で、ただ焼いただけだとやっぱりちょっと息子くんの食べが良くないので、なんかいい方法ないかなと思って、この間ムニエルとかもいろいろやったけど、カレーありと思って、うん、ちょっとね今回挑戦です。ほんとすごい色は全然カレーの色じゃないんだけどさ、うん、ちょっと嫌だろうけど、もうカレーの匂いがすごいです。まんべんなくつけて、うん、こんな感じかね、うん、はい。で、もうこれを焼くだけ。そのラップ敷いてるのは何か意味あるの？ん？洗いやすいように。あっていうだけです。いきますか。はい。よいしょ。はい、では焼きます。あら、自動じゃないってね。これはちょっと自動では焼けないかな。うん。
ちょっと油も欲しいからソテーだとね。そうね、ちょっと焦げ目がついたくらいのが、うん、うちは好きかな、うん、ね。こんな感じでどうでしょうか。いい感じです ね。いいですね。じゃあこれで炒めて食べましょうね。はい、はい、それでは本日のお夕飯です。先ほど焼きました鮭のカレーソテーって感じですよね、はい、で、ね、ちょっと付け合わせにこれ、実はね、これパパが作ってくれたポテトサラダなんですよ。ママがね、ちょっと忙しくて今日副菜が難しいなと思ったらね、パパが作ってくれました。ありがとう。で、あの浅漬けとトマトをちょっと添えてみました。なんかあれって思いません珍しくこの時間に味噌汁お、というのは多分ね、3連休味噌汁作るタイミングがないから、うん、ね、そんな気がしたんでこの時間にちょっと作っちゃいました、うん、入ってるのはキャベツとコーン、うん、だから普通にスープにしてもよかったんだけど、まあ味噌汁でもいいかと思ってわざと味噌汁にしました、はい、で、添えてあるこのポテトサラダ、パパが見てこのいっぱい作ってくれたんで、あのおかわり自由でお願いします、はい、あとね、ママの昨日のね、まだ煮浸しちょっと残ってるんでね、こちらも食べていただけたらいいですね。はい、もう味しましょう。はい、ありがとう。はい、それではいただきます。キュウリはまだここにもあるからね。あとポテトサラダもね、好きに取って食べて。キュウリいいね。あ、本当に、うん、ありがとう。うん、美味しい。カレーの味はそんなしない。香りだけ、うん、あ、そうなんだ。シャキシャキでうまいよ。あ、そっか、いつも何もねつけないで焼くからね、うん、違うよね。あ、本当だ、ね、うん、多分ね、塩鮭だからだと思うんだけど、うん、生鮭だともうちょっとね違うかもしれないですけどね。どっちでもだって塩胡椒するから同じかなと思って。で、ママポテトサラダ行っていいですか。あ、息子くんも先に行ってる、早っ。あ、本当によかったわ、うん、ママもちょっと楽しみにしてました。うん、お、ん、ニンニク入ってる、うん、なるほどね。女子ポテトサラダ作るときニンニク使わないからちょっとびっくりした。斬新なんだけど私の中では。あ、そう、うん、何が辛かった？まあ、ニンニクは辛くないよ。粒マスタード入ってるよねこれね、うん、でもそれは劇的には感じないけど、あ、見ればわかる、うん、うん、でも、うん、アジアポテトとかの方が圧倒的に強い、うん、うん、だからさ、ベーコンカリッカリにした、うん、カリカリにした、うん、これがいい感じアクセントになって、うん、ポテトが柔らかいじゃん、うん、で、ベーコンのカリッてんが入る、うん、すごくいい。あ、そう、いい。私が作るポテトサラダってほら、これ多分ちょっと炒めてあるんだっけ。そう、じゃがいもと、きゅうりと、きゅうり、きゅうりも炒めたの。きゅうりと玉ねぎは炒めてない。あ、玉ねぎ炒めてないんだこれ。炒めてない。あ、そうなんだ、だから白いんだ。でも全然平気ね。なんかね、私が作るのと違う。あ、やべ、玉ねぎ辛い。玉ねぎだけ食べると辛いかも。食べてみていい。うん、玉ねぎだけちょっと気をつけて気をつける前に食べ終わっちゃったもんね。好きに、うん、あのおかわりを添ってくれる、うん、あ、うまい、ホクホクじゃんね、いいよね、うん、あ、今日のジャガイモはメイクイーンですね、あの細長いやつ、あれみたいな、メイクーン、メイクーンじゃないよ、メイクイーンスーパーのさ、うん、お惣菜屋に売ってるポテトサラダに似てるお惣菜コーナーのね、うん、感じ、こんな感じじゃない、うん、あれ炒めてあるんかな、ホクホク。私が作るのとはもうね、明らかに違う。ポテトサラダもいろんなレシピあるみたいだけど、うん、また面白いね、この炒めるの面白い、うん、私なんか普通に多分ポテトを潰してキュウリとハムとかあるいは魚味噌みたいなの入れてコーン、うん、であとはゆで卵かな入れるんだったら、ツナ入れる時もある。あ、ツナね、じゃがいもの味をね、やっぱりメイクインで作ってるからかもしれないけど、このホクホク感がすごいね、あのやっぱり水分が違うじゃない、男爵や北あかり、うん、メイクインのがいいかなと思ってね、パパにも言っといたんだけど、うん、やっぱいいね、うん、うまい、うまい。てかね、もうね、男爵の在庫がこのこういう小さいやつしかないんですよ。あとね、もうみんな食べちゃう。あのジャガイモ減りが早いんですよ、すごく、うん、またなんかメイクイン使ったあのレシピなんかね、ちょっと探してみようかなと思います。鮭も美味しいよ、うん、周りこれカレー味がちょっとついてる。美味しい、すっごい辛い辛い辛い、ですがカレーの味、カレーの味がするでしょ。辛いわけじゃないんだよね、うん、そのまんま焼いたんだとあんまり食べてくれないんでね、ちょっとカレーの香りがした方が、鮭を釣り上げた、その方が食べやすい、普通に焼いたより、うん、やっぱね、なんとかね、息子くんが鮭をね克服してくれたところで今日は終わりにしたいと思います。で、今日はこの辺で失礼いたします。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。